どうも、ライオンです。さあ、やってまいりましょう。30 Minutes Missions マイスターズカフェ。先日アップした動画で、30 Minutes Missions っていうのはエグザマックス、ロボット1体とオプション1点でもこれぐらいね、カスタマイズ楽しめるんですよ、って言ったね、動画出したんですけれども、そちら大変好評いただいておりまして、ね、たくさんの再生ありがとうございます。そしてね、それきっかけでうちのチャンネルをね、いろいろ見てもらっている方、本当にありがとうございます。今回はですね、この動画を見ていただいている、このチャンネルをね、応援していただいている視聴者の皆さんが作った30 Minutes Missions の作品を、紹介していこう、見ていこうというね、そういう動画になっております。このチャンネルは、そういった私が作った30 Minutes Missions を見せたりとかね、30 Minutes Missions の楽しみ方の提案したりとかですね、あと皆さんの作った作品を見たりとかですね、結構いろんなプラモを作ってるチャンネルではあるんですけども、中でも30 Minutes Missions 結構応援気味でね、やっておりますんで、よかったら30 Minutes Missions が大好きとかね、30 Minutes Missions 30mm、ちょっとわかんないけど興味あるなーって方ですね、ぜひチャンネル登録していただいてですね、他のいろんな動画もね、見てもらえたらなと思います。それでは皆さんの作品ね、今回も見ていきましょう。それでは今回最初の作品はこちら、アルト要塞都市 S 配備型。第4砂漠地区増援のため急遽量産されたアルトとラビオットのミックス機体。増援輸送中にエデンスウォールが突破されてしまい、その役割を果たすことはできなかったということですけれども、はい、アルトとラビオットのね、組み合わせで、さらに、アルト用の近接戦アーマーですかね、このオレンジの成形色、結構ね、このオレンジ成形色綺麗なんですよね。で、それを組み合わせて、まるでもともとこういうね、カラーの商品が発売されていたのではないかっていうまとまり方ですよね。サーティミツミッションズってね、こう塗装なしでも、こうやってカラーバリエーションが豊富なんで、いろんな色を合わせて組み合わせて、それで見せるってのができますけども、こう別々の商品の同じ成形色を集めてきてってやると、本当にストレート組でもね、決まるし、なんか、もともとこういう商品があったんじゃないかっていうバランスで作られてますね、これは。はい。で、武器も、ショットガンとナイフかな。ね、とてもシンプルな装備。シールドは、あ、そっか、これは黒いタイプのシールドのパーツと組み合わせてるのかな。ここだけ塗装されたのかな。はい。すいません、塗装されてたのかな、すいませんね。塗装でもいいですね、とか言っちゃって。はい。で、設定の方もね、もしこの機体がね、戦場にもう少し早く届いていたらとかね、これが活躍していたら、ね、その後のね、戦局が変わったかもしれないっていう、なんかこう、含みを持たせる感じの、ね、幻の機体、ね、そういった感じの設定、兵器ってね、また、盛るとこありますよね。ありがとうございます。では、次の機体はこちら。アイゼンブルート。捕獲したラビオットとアルトを解析し、バイロン軍の技術を使い再設計した機体。動力源はダブルリアクター。背中の複合武装バックパックアイゼンナーゲルを使い、掴んで動きを止めたり、そのまま圧壊やゼロ距離射撃などが主な戦闘である。もう一目見てね、すげえ怪獣かって思うような、そんなね、風貌なんですけれども、特に顔がそうなのかな、額の装甲なんだけど、これこのなんだろう、ブラウンと ホワイトの組み合わせとか色分けが、なんか角が生えて牙が生えてみたいなね、そんな怪獣的な印象を私は受けたんですけれどもね。その他ね、そのバックパックアイゼンナーゲル、ドイツ語はちょっとわかんないですけども、すいませんこのね、背中から生えている強力なアームでもって、敵を握りつぶしたり、これで押さえつけてね、このゼロ距離射撃をするであろう銃がもう画面からはみ出してるんですけども、これでこれで撃つのっていう、どう見ても遠くから撃つ用のね、やつなんですけれども、これでゼロ距離で撃たれて、とにかくもう見た目、戦闘の、戦ってる様は、もう怪獣、モンスター。これとは出くわしたくないって感じなんでしょうね。でもそれが元になってるのは、ラビオットとアルトっていうね、なんか不思議なこう、なんでしょう、敵味方のね、設計っていうか、その開発のなんか因果とか縁みたいなものをね、渦巻いてて、なかなか面白いストーリーだと思います。それでは続いての作品はこちら。ちょっとね、機体名がなかったんで、もしよかったらこの後はそのリプランでもね、こんな名前にしましたっていうようなね、書いていただけると嬉しいです。バーニアの推進力によりその重さを感じさせない重装甲アルト。強力なビーム砲を持ち、中距離攻撃から格闘までこなす。相手が白兵戦特化型の場合は、バックバーニアや装甲をパージし、
3種類のソードを対戦相手に合わせて持ち替えて戦うということですけれども、この赤と黒と白の組み合わせがとてもなんかねヒーローロボットらしい雰囲気を、ね、または何でしょうね、レーシングカーっぽい感じもするかな、うん、赤もね原色バリバリって感じのね、ちょっとその明るいんじゃなくて暗めの赤を使ってるところかもね、渋いですね。何よりあの武器のその装飾部分、そのね剣だったらその真ん中のちょっとこう装飾が入った部分とかね、あと、右手の銃なんかにも、赤いラインが入っていて、どうしても私あの量産機の使い捨て武器みたいなポジションで作りがちなんですけれども、こうやってね、この機体と合わせた特別カラーを塗ることによって、この武器なんかもね、特別仕様の武器だって感じがすごい出ますよね。で、これ自体はもうフルで、装備が、施されている状態なんだけども、近づかれて近距離で壊れる、ね、敵を相手にした時には、この背中に背負っているものなどをこう外して戦うっていう、ね、そのデッドウェイトをボーンと捨てて、ね、ものすごいスピードで動き出すっていう、ね、そのロボットもののね、熱い展開がこの先待ってるわけですね。ありがとうございます。それでは、続いての作品はこちら。ポルタノーバ指揮官機格闘戦仕様。幾度かの戦いを経て仕様変更されている格闘仕様の指揮官機ということですけれども、ね、いろいろこう、パーツが切り替わって登場するたびになんかね、あちこち変わってるっていう、そんな、敵の隊長機って感じでいいんでしょうかね。はい。まあ、ダークグレーのポルタノバに赤の、ポルタノバ用指揮官機と、シエルノバ用の指揮官機のね、アーマーがついていて、このシエルノバの肩のパーツのさらに外側にポルタノバのそのオプションアーマーがついている、この組み合わせ、すごい巨大な肩アーマーながら、ね、かっこいいですね。この、なんでしょうね。巨大なアーマーの中にちょっとこう、頭部パーツなんか少し埋もれ気味になるぐらいの重装甲っていうの、結構大好きです、ね。で、両手ともね、この巨大黒ね、シエルノバのオプションアーマーのね、特徴的なこの腕になってるのと、あとね、その他は全部ノーマルのポルタノバかなと思いがちなんだけど、足首のところに、いろいろとね、ジョイントパーツで繋がれたいろんなものが取り付いてるんですよ。中でも、なんだろう、アキレス腱側になるのかなに、なんだろう、アームパーツみたいなのが付いてて、ここで、何か物を掴めるってことは、なんでしょう、平らな地面じゃなくても、ね、この腕が、何かグッと握ることによって、この機体をあらゆるところに固定することができるっていうの、なんか、斜面とか、なんだったらね、壁面とか、もう天井にも、これがバシッと立ったりとか、そういうのができそうな、そんな雰囲気を感じますけれども、この、何に使うんだろう、アーム。でもなんか、いろんなことが想像できるやつ、いいですね、これね。ありがとうございます。それでは今回最後の作品はこちら。無重力特化アルト現地回収型、呼吸の捉えた微小重力戦線。軽流と整備のためだけあればいいということで、足は極限まで簡略化。エネルギーライフルと当初は単なる鉄球だったが、バランスが悪いので余っていた苦労が使われた。悩みの種は推進剤不足。豪快な風に見えるが、扱いは厄介。ということですけれども、すごい。足を極限までって、足がロイロイになってるっていうね、この組み合わせはなかなかないやつですよね。もう、なんだろう。もうほんと行き詰まってます感が出てるっていうかね、もうこれしかなかったんです、あり合わせでやったんですっていう、なんかその悲痛な感じが、でも実はそうバカにできたわけでもない感じの、右腕のねライフルとか左手の苦労とかありますからね。ただ、これを動かそうにも、推進剤が足りないとすごいな、なんかこの苦し紛れ感と、でもいや強いんじゃない感と、あとやっぱり、なんとも言えない可愛さ。またカラーがね、全部こう、無彩色っていうのかな。なんともこの機械感、ごてごて寄せ集め感。なんだろう、私はむしろこの機体が豪快っていうよりかは、これでいいじゃねえか、これで行こうぜって踏み切った人の豪快さがね、感じられて、なかなか面白い機体だなと思いました。
ありがとうございます。はい、そんなわけで今回も5作品紹介してまいりました。今回はね、いろいろパーツの組み合わせで見せるみたいな方がね、多かったような印象を受けました。はい、なのでね、この後あ、これとこれ組み合わせたらこんな風に見えるのかってやつね、何点かやってみたいなってのがあるんでね、ジャンクパーツ引っ張り出してきてね、ちょっと遊ぼうかなと思っております。まあこんな感じで、たくさんのね、情報量の詰まった、思いの詰まった作品5作品ね、バーッと紹介してしまってるんで、結構見落としてるところあると思います。なのでね、これを見てる皆さんね、ライオンさんちょっと勘弁してくださいよとね、この作品のここにフォーカスしないなんてこの方がかわいそうだよっていうのをね、見つけたあなた、ぜひぜひね、この動画のコメント欄にね、私はね、ライオンさんはスルーしましたけどね、私はね、見つけましたよってやつをね、ぜひ書いていただけたらなと思います。まあ、その他ね、これがかっこよかったとかね、私はこれが好きとかね、そういったものでも OK ですんでね、どんどん書き込んでください。ね、参加していただいた皆さんはですね、そういった感想コメントもきっと待ってると思いますんで、よろしくお願いします。さあ、そんな感じでですね、皆さんからの作品、まだまだ10月の31日まで募集しております。まあ、現在ね、たくさんの応募いただいていてですね、まあ、待っていただいてるような状態ですけれども、締め切りが来てもですね、その後もいただいている作品に関してはね、その後もずっとね、皆さんの作品紹介していきますんで、そうやって動画作っていきますんでね、動画これからもね、いろんな作品登場するのを楽しみに待っていてください。では今回はこの辺で、また会おうぜ。動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。よかったらチャンネル登録をポチッとよろしくお願いします。じゃあまた会おうぜ。越えろ地獄の使者、闇が空を覆う。